リス頭の反対側から伸びているのが、おお、別名しっぽ、おっぽは動物の後部である。英語ではテール。特にはっきりとしたしなやかな体幹の後方部分のことを言う。生物学的なものと一般的なものでは異なる場合が多々ある。おは動物一般において体の後端付近が細長くなっているものを指す。基本的には、 脊椎動物のものをこう呼び、それ以外の動物ではそれに似て見えるものを、類推的にこう呼ぶ。脊椎動物のうち、獅子動物においては、胞子の付け根に肛門が開き、いわゆる内臓はそれより前に収まる。したがって、それより、後方は、脊椎骨とそれを取り巻く筋肉からなり、それ以前の部分より、はるかに単純である。 形態的にもそれ以前の部分より細くなって区別できることが多いため、これを区別したものがビブである。哺乳類と鳥類では仙骨及び尾骨及び周囲の筋肉と皮膚、場合により毛、羽毛、または鱗に覆われている。お愛道、バランス、把握、社会的シグナルに使われる。いくつかの動物はを完全に失っている。 同種の他個体へ信号を送る際に用は特に便利で、鹿は音に警戒すると、他へそれを伝えるために尾を立てる。この区分を魚類に当てはめると、魚類の肛門は尻びれの前にあるため、それより、後ろの部分がビブである。これは、体全体に比べてかなり大きな部分を占め、一般の魚類でも、体長の半分近く、うなぎなどでは7割ほどにもなる。 しかし魚類ではこの部分は前の部分に比べてぐっと幅が狭くはなっておらず、連続した形を取るため、一般的にはこれをとは思われていない。世間一般では尾ひれを刺して、魚の尾ということもよくある。それ以外の動物では、明確な尾がある例は多くない。節足動物は微節という尾に該当する部位を持ち、特にハサミ角類と甲角類では顕著である。 他にも、尾と呼ばれる部位があり、昆虫類では、腹部末端に突起物が出る例があり、それは、産卵管や、おしに由来するものなどであるが、これが往々にして、尾と呼ばれる。この尾の有無は、動物界における前口動物と後口動物の二大グループを区分する特徴である。前口動物は、体の後端に肛門が存在するが、後口動物の大半は、肛門より後ろに、 体の一部が突出する。これが、脊椎動物における尾である。後口動物のうち最初期に分化したウニなどは尾を持たないが、ナメクジンオウなどカシラサク動物では、配足の大切として脊索が形成され、その延長線上に遊泳機関として尾が発達している。脊椎動物では、魚類にとっての尾は多量の筋肉を支持する部分であり、抵抗の多い水中における、 推進力の獲得に大きく役立った。しかし、陸上生活を行う、獅子動物ではこのことはあまり意味がない。運動は、獅子の働きに大きく依存するようになったことから、前後死の間は、そこに主要な内臓を囲い、肋骨、骨盤などの発達によって、一塊のしっかりした構造を発達させる。これは運動の重心ともなる。それより、 前の部分は口、感覚器、脳の集まった頭部を支え、それと頭部をつなぐ首として、生命の維持に重要な部分となる。それに対して、頭部より、後ろの脊椎を抱える微部は少なくとも生命に関わるような重要性を失った。むしろ長く思いをは、全身の運動性に対する負担となる。一部の動物では、王の対化が見られる。鳥類においては王そのものは、 その進化のごく初期にごく短く退化し、そこに生える羽毛を尾の代わりに発達させた。また、ドーベルマンなどの犬種では幼い頃に尾を切り落としてしまうが、これもそのような尾の意味合いを示している。さらに、動物本体が自ら切り離す、いわゆる地切れも、トカゲなどで知られる。なお、昆虫の尾角や、オイトも刺激を受けると切れることがよくある。 したがって、王はそれ以外の役割を担うようになった。例えば全身の運動の補助、意思表示のための仕組み、獲物を捕獲することなどである。携帯犬の骨格哺乳類は、祖先の初期単弓類の進化の途上において、獅子の配置が体の側面から直下へと移行した。運動は獅子を中心に行われるようになり、王の器用は少なくなった。 それに伴い、後半身を支える腰帯とその周囲の筋肉も変化している。中殿筋が発達し、体の推進と体重の指示を同時に担うようになった、代わりに、おう、付着部とし足を後方へと引く後引き筋が縮小している。また同時に、おしも背面の神経棘及び下面の血管棘も縮小している。このため外観上は、おっと胴体の境界は、 はっきりしている。ただし、カンガルーやアリクイ、アルマジロなど、明確でないグループも存在する。シャチのお水中生活に入ったものでは、ヒレ状になった例もある。特に水中へと完全に適応したクジラ類や、ジュゴン目では、腰帯が消失し、遊泳する際の推進力を、オガ担う。こうした、運動様式は、 祖先の魚類と同じであるが、魚類が尾を左右に打ち振るのに対し、クジラやジュゴンは哺乳類の地上での走行様式を反映した上下運動となるまたこれに伴い筋肉に付着部を与える神経棘、血管棘も大きく発達している。大型の陸生動物では、尻尾は比較的小さくなっており、実用的な意味が少ない。夕日詰め類などの尾は大抵体体に比べてはるかに、 小さい。役割獅子の運動に対する、尾の重要度は低下したが、様々な役割を演じさせる、独特の尾を持つ例も多々ある。運動に寄与する例では、樹上生活をするものでは、尾はバランスを取ったり、体を支えたりといった役割を担う例が多い。水中生活をするアメリカビーバーなどの尾には、火事の役割がある。さらに、感情を表し、 個体感の情報伝達のために、尻尾が使われる例も多い。人の場合人を含む、類人猿の尻,の尻尾の骨格図人の肺は、全体の1、6ほどの尾を持っていて、胎児へ成長するにつれて、体に吸収される。外見上は全く尾がないのだが、骨格としてはそれに当たる部分は存在し、尾骨と呼ばれる。人における尾の極端な対価は、直立姿勢をとり、 草原で生活することから、その利用がなくなったためとする説も存在するが、実際には、類人猿はすべて外見上話を失っており、樹状性のランウータンやテナガザルにおいても、同様である。まれに、脊椎なしの血管と筋肉と、神経だけの王を持つ子供が生まれる。これを、ヒューマンテールといい、おおむねの意味として、腫瘍性病変を除く腰部から、肛門炎に見られる。 突起物と定義されている。現在では、医師がそのような王を切除することが認められている。人の王の最長記録は、旧フランス領インドシナ在住の12歳の少年の2 2 9ミリメートルで、ある。鳥類の尾骨は、通常6前後であるが、末端の骨は、微端骨と呼ばれ、胎児段階で4から7個の椎骨が融合している。 そのため尾に見える部分の大半は羽毛だけであり、通常は尾葉の部分を含めて尾と呼ぶ。子祖長など最遺書期のグループは祖先の恐竜の特徴を引き継いでおり長い尾を持つが、原生群などより派生的なグループでは尾は短縮している。その代わりに短い尾には長い羽毛が並び、外見上の尾はそれなりの長さを維持する。飛行の際にはこれを広げ、 あるいはその向きや形を変えることで火事などの効果を上げる。またこれにより、ヒ素鳥などでは、腰付近にあった重心はより前方へと移動し、揚力を発生される翼付近に存在する。これは、揚力の中心が重心が近い方が非常に有利で、あるためだと推定されている。クジのオハまた、鳥類の性的不りがある場合、オハが特によく発達し、大抵はオスであるが、 おはが性的なディスプレイに使われる例が多い。極端な例が苦弱である。これは、翼の羽毛は、飛行に直結するためにその形に制約が大きいのに、対して、尾は、それが少なく、多少長いものでもそれを広げなければ、飛行の邪魔にはならないことが考えられる。そのために、特に装飾的なおはを持つものは、人間が装飾用に利用する例も多く、 中には、その捕獲圧のために絶滅した例もある。トカゲ類のいくつかのグループの尾は、時として、闘争のために自ら切断され、後に再生する。彼らのシイの中間には、自節面と呼ばれる、弱い面があり、トカゲが危機を感じ、オの筋肉を収縮させることでこの部分が破断し、尾は切断させる。地表性のヤモリなどは、ラクダの背のコブのように、 尾に脂肪を貯めているものもあるが、こうした種は、地切れすることで体力が落ち、弱ってしまうことがある。ワニの尾は、力が強く、大打攻撃の武器として用いられる。巨類の尾は、蒸気のように肛門の位置以降とすることができるが、外見的には馴染みにくいであろう。これは、これの蒸気のようにこの部分がそれ以前の部分と、区切れなく続いていることもあるが、 もう一つは滑らかに後部に伸びておらず、後段でほぼ垂直に立たれた後に、尾ひれが続くこともある。しかしこれは多く、目にする、甲骨魚類一般に言えることであり、本来の形としてはやはり後方へ長く伸びいるものであったと考えられる。例えば円甲類の形はそれで、ほぼまっすぐに伸びた尾の上下にひれが発達している。この形を両型といい、他に、 現在の灰魚類やシーラカンス類もこれに類する形である。軟骨魚類のサメ類でも尾は後方へ長く伸びているが、尾ひれは下側に大きく発達し、尾はそれと対象をなすように上側に曲がる。これは、イオ型という。チョウザメ類もこれに近い。それに対して、一般の魚類の型を整備型という。古代魚の一つであるアミアでは、見かけ上は、 ただシビ型だが骨格は、イオ型に近く、このような点からも、ただシビ型は、イオ型から導かれたものと考えられる。節足動物では、微節という大切の最後尾に備えた部分がある。それ以外にも、オと呼ばれる部位はある。エビやトンボなどの細長い腹部は、オと呼ばれることもあるが、腹部は、胴体の一部であり、オに該当する部位ではない。 サソリの尾び節を持つハサミク類は少なからずに存在する。カブトガニでは尾節は細長い剣状であり、この類の名である剣尾類はこれに由来する。他にもヤイトムシノは短いサジ状、サソリモドキと小ヨリムシノは細長いムチ状などがある。一部のハサミク類、例えばサソリの腹部は幅広い全部と幅の狭い後部に明瞭に分かれており、 この校舎は往々にして、尾と呼ばれる。ただし、これは腹部の後半部の大節であり、微節に該当する部位はその先端の毒針のみである。昆虫類では、尾と呼ばれる部分があるが、微節ではない。以下のような例がある。シミ多くの昆虫、特に比較的原始的な類において、腹部末端の肛門節には一体のオカ角と一本のオイ糸という構造を持つ。 特にシミ目や石のミ目では、その三本全部、カゲロウ目では三本、内し二本がよく発達しており、時に本体の体長以上に伸びている。県味人古甲殻類のエラ足綱と顎足綱などでは、腹部の末端である肛門節に一体の付属子由来の構造があり、これを枝上誌という。これは枝状であったり、 糸状であったりと様々だが、これも尾に類するものである。カブとエビではこれは長い鞭状になっている。エビの微節エビフライ南コーズナでは、腹部の末端は微節があり、その前の大節からは一体の尾しと呼ばれる付属詩が出る。これらは群によって様々であるがまとまって尾の部分となる。特に、それらが全体に扇のようになったものを汚染という。 いわゆるエビの天ぷらやエビフライで食べ残す。エビの尻尾はこの部分にあたる。化石節足動物には微節を持つ例も少なくない。三葉無種類はその体が前後に三つに区分され、その最後の部分がビブと呼ばれる。ただしこれはその前の部分から連続した形のような合体説であり、いわゆる尾の印象は少ない。お、あるいは尻尾は本体の後ろにくっついていて、 それ自身は、さほど重要ではない部分の意味に使われる。他方で、尾をつかむのは、多くの動物の捕獲法でもある。本体に確実に結びついており、攻撃を避けやすい背後を抑えるので、捕獲への糸口としては、有効になる。他に、をあるいは尻尾という言葉を含む慣用句、熟語として、次のようなものがある。人形漫画、アニメなどでの尻尾については、 サブカルチャーにおける尻尾参照。ありがとうございます。